事務的な連絡でございますけれども、本日はカメラによる撮影は冒頭の挨拶の部分に限らせていただいておりますので、よろしくお願いします。また会議全体の動画配信をしたいとの ご希望を報道機関からいただいておりましたが、委員の皆様の意見や会議の趣旨等を踏まえて省内で検討させていただいて、次回第3回までに方針を決定したいと考えております。そのために報道機関には恐縮ですけれども、本日と承知をいたしております。今後これからも忌憚のないご意見をいただきながら、今後予定をしております健康管理、医療に関する施策のあり方のご議論につなげていっていただけるように、今日は忌憚のないたくさんのご意見をいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。なお副大臣からのご挨拶にありました、明細本部の決定の原子力災害からの復興の加速に向けての資料につきましては賛同ございましたので、ここで事務局に聞こえるようにぜひしてくださいとお願いしようと思ってたんですが、今日は非常によく聞こえておりますので、本当に良かったと思っています。ではもう最初に初期要素被曝の要素被曝のうち実測データ関係についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、資料についてご説明させていただきたいと思うんですが、まずはじめですに専業評価に入る前に、今回のこの専門家会議の趣旨目的を再度改めて確認させていただきたいと思います。参考資料の4をご覧になっていただけますでしょうか。参考資料の4、開催要項がございますけれども、ここに書いてございますように、この今回事故に伴う健康管理について医学的な見地から専門的に検討するということでございますけれども、3番目の、検討内容のところにございますように、この会議では大きく被爆1番被爆選挙の把握評価に関すること、2番健康管理に関すること、特に健康調査とか健康審査を想定しておりますけれども、で3番として医療に関する施策のあり方、特に医療費の減免策、そういったものを検討するということになってございます。で本日の会議については、主にこの1番の線量評価、線量把握についてご議論いただく、特に線量評価把握については2回に分けて考えておりまして、今回は今までの被爆の現状のを把握するためのご議論いただいて、次回は副大臣からのご挨拶にも分かりましたように、今後の把握をどういうふうにしていくかということのご議論というふうに考えております。そういったことで、今回は被爆選挙の今までのデータの現状把握ということで、議論をお願いできればというふうに思っております。それでは資料1がその資料でございまして、それに合わせて参考資料の1に各種のモニタリングデータ等がございます。冒頭からちょっと参考資料で恐縮なんですけれども、参考資料の1のページ数にしまして62ページをご覧になっていただきたいと思います。参考資料1の62ページでございます。これはアメリカの友達作戦の資料の一部を抜粋したものでございますけれども、この62ページの左側のフィギュアの D の1という、ここに線量に関する何ですかスキームがございまして、簡単にご説明させていただきますと、被爆線量の中把握にあたって右側に緑の絵がボックスがいくつかございますが、それがいわゆる被爆線量の実測のデータ、工場とか実行線量等の実測のデータということで、ベストドーズデータと言われていると書かれております。で左下の方に茶色いボックスがいくつかありますけど、それがネクストベストデータということで、エンバイロメンタルメジャーメント等のデータからの推計ということが
で、真ん中の下の方にヘルプフルデータがございまして、そこにはエンバイロメンタルモデリングがあるという、そういう、まあ、3つのデータを総合して評価するようなものになっているかというのを思いますので、これをまあ念頭に置きながら、あの実測データと、環境モニタリングデータ、またあのシミュレーション等のデータ、そういったものについて事務局より説明させていただきたいと思います。それでは資料の1にもご覧になっていただきたいと思います。この資料1を中心にご説明させていただきますけれども、1枚めくっていただいて、2ページ、3ページございます。これがこの資料1の目次になっておりますので、ちょっと全体的なものをあの説明させていただきたいと思います。大きくは1ポツ、2ポツ、3ポツとございまして、1ポツが自己初期の要素と多半減規格子による内部威迫関係が要素関係になります。で、2ポツ下の方に2ポツが初期の外部威迫関係のデータで、3ポツはちょっと参考的なんですけれども、今年度の環境省の事業についての資料がございます。そのうちのまず1ポツ要素等による内部威迫についてですが、大きく括弧1から括弧4までございまして、括弧1が小児の甲状腺のスクリーニング検査、括弧2がその他の実測データなど、括弧3が待機客さんのシミュレーション、で括弧4がフォルボディカウンターの特に要素セシウム比について、そういった構成になってございます。で資料があのいくつかのテーマに分かれておりますので、まずはじめに括弧 1ポツの括弧1と括弧2、小児のスクリーニングの検査とその他の実測データと、そこについてまずご説明をさせていただきたいと思います。それでは資料の5ページ型番号に1の1の1とございますけれども、ございます。これはあの前回あのお示しした資料と同じものになってございますけれども、再度掲載させていただいております。小児の甲状腺のスクリーニング検査についての資料でございます。当時の原子力安全委員会のものでございます。で、問題1枚めくっていただきまして、投資番号の7ページとなっているところが1の1の2とございます。これも原子力安全委員会の平成23年9月5日のデータ資料でございますけれども、これ前回一部資料を提供させていただきましたけれども、それに補完する前回参考資料の1と参考資料の2があのない資料でございましたけれども、参考資料の3だけ前回提示させていただいておりましたけれども、あのバックグラウンド等について書かれている資料ということであの追加させていただいております。ここにございますように、9ページにございますように、この測定についてはバックグラウンドが 0.2 マイクロシーベルトパーアワー以下の場所で行うというような条件で測定してございます。また10ページ11ページにはその測定方法についてあのマニュアルがございます。続きましてあの続けてご説明させていただきますけれども、14ページをご覧になっていただければというふうに思います。14ページ資料1の2でございますけれども、これはあの昨年度の平成24年度の環境省の委託事業で初期の要素等による被爆についての評価の事業を行ったものの報告書で、今回のこの小児の甲状腺のスクリーニング検査に関係する部分の抜粋の資料でございます。主に3点についてあの説明させていただきたいと思います。一つはあの、暴露のシナリオのことで、2点目は、係数効率もしくは構成定数で、3点目はバックグラウンドという3点についてご説明させていただきます。資料の15ページをご覧になっていただきたいと思います。接種のシナリオにつきまして、シナリオ1として3月15日の1回接種シナリオと、丸2番のシナリオ2として3月12日から測定前日までの連続の接種のシナリオ、そういった2つをあの試算してございます。そして、詳細については省略いたしますけれども、現実的なシナリオというものについては、このシナリオ1と2の間の範囲に収まるものと考えられるというような結論というような考察をしてございます。次の
ページ、17ページをご覧になっていただきたいと思います。17ページがこのサーベイメーターの係数効率、もしくは構成定数についてでございますけれども、スクリーニング検査当時については、この17ページのグラフにございますようなオレンジのグラフ、一番上のグラフですが、年齢に応じた、係数効率の、を使ってございましたけれども、今回、昨年度の、委託事業では、真ん中の赤の三角の点のドットの、もので試算ということで、試算を行っているところでございます。下の方に行けば行くほど、保守的になるというふうに伺っております。その次のページから、その係数効率の見直しの、各種のデータがございますけれども、19ページにございますようなファントムを用いた係数効率の計算をしているということでございます。20ページにご覧になっていただきたいんですけれども、20ページバックグラウンドについてでございます。バックグラウンドについては当時の事故直後で線量が高かったという、空間線量率が高かったということがございますけれども、そのバックグラウンドについて考察しているものでございます。20ページの下のところにございますように、今後の、継続して進める必要があるけれども、本スクリーニング検査の検出限界値は、甲状腺の線量で10ミリシーベルト相当であると見積もられていると。で、検査の目的としては必要十分な感度を有していたと考えられるのではないかというふうな考察をしてございます。次のページ、22ページをご覧になっていただきたいと思います。これも安全委員会、当時の原子力安全委員会の資料でございますけれども、この、調査対象のうちのいわき市で測定されたデータのうちの、のところにございますけれども、1歳児の、行動が比較的屋内にいたということ等も勘案した試算になってございます。で、続きまして、34ページから資料の1の6でございますけれども、これは、前回提示させて
ていただいた資料でございますけれども、この35ページの、に一覧の 地域別の推計ございます。前回 あの委員からの 90% あるについてシミュレーションと実測では意味が違うのではないかというご質問がございましたけれども、このシミュレーションの90については厳密な 90% 値値という意味ではなくて、保守的に設定して高い値を設定してこのぐらいだという意味合いということで伺っております。以上は事務局から、初期の要素の比較、特に小児甲状腺のスクリーニング検査とその他の実測データ等についてご説明させていただきました。どうも、会長の ご説明ありがとうございました。最初に、1の1の1からでありますけれども、2011年の3月26日から30日にかけて行われました対策本部の、甲状腺、いわゆるスクリーニングを取り上げてみたいと思います。で、この報告に関しましては、信頼できないという話、一部の批判が、というふうな、現在でもそういう私の批判がございます。でその理由はバックグラウンドが高いところで測定されたとか、あるいはそのサーベイメーターによるスクリーニングであるとか、あるいは当時の安全委員会が簡易モニタリングで健康の影響やリスクを評価するのは適切でないと評価して、いろいろなバックでございます。しかし福島の事故で甲状腺の131の測定が、この大規模測定はですね、この1000人のデータしかないと、非常に残念なんですが、この1000人しかないという現実がございます。そして、これは避難地域の子どもの甲状腺の要素131を直接測定した非常に大変な資料である。その意味で、先ほどご紹介がありましたように、その後、いろいろ科学的に検討されたデータもただいまご説明いただきました。で、この測定が福島の甲状腺の放射性要素摂取率に関しましての唯一の直接的なデータであるということ、でありますので、ここで、この専門家会議の専門家として厳密な評価をしていただく、そして信頼する部分があれば積極的に福島の測定として取り上げるし、国際的にも報告する、子どもたちの将来にも関係する大事なことであります。どうぞここで忌憚のない、十分にの議論をしていただきたいと思っております。よろしくどうぞ今のご説明に対して何でも結構ですが、どうぞご質問くださいますようお願いいたします。それと今日は先ほどもご紹介ございましたけれども、クリラ先生に来ていただいておりますので、何か具体的なことのこともお答えできると思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞ。日本医師会の医師会ですけれども、ちょっとその内容ではないんですけど、ご質問したいと思います。これは3月発災後ですね、3月中に行われた検査なんですけども、これ発表がですね、8月17日参考3という右上にある、ここが概要についてということでですね、一番明らかにされたデータなんです。それでですね、私もそういうふうに記憶してるんですけれども、基本的にはこれ即5ヶ月というですね、間があってですね、この間その1000人のお母さん方、子どもさん対象にやって、お母さん方の中、あるいはですね、そのことを知っている関係者の方がですね、大変なんでこれを公表しないんだというところでですね、大変不安だとかですね、心配を募った。クラウドが高いところでという話で出てるんですけど、そもそもこの新陳代謝サーベイメーターを甲状腺に当てて測定されてるんですね。それでクラウドというのは周りから来てますので、
距離は離れていて、でしかもできるだけ低いところで測っておられますので、私はこの非常に近いところに設置した赤いというのは信用できるというふうに私は思います。ですからそのバックランドの影響があるとしても、要するにそのある程度異常の線量というのはきちっとこのシチュエーションサーベイというのは感度が高いですし、セシウム131ではないアイオダイの131というのは非常に測りやすい核種ですので、それは近いところで測ったものは科学的に言えばこれはその場所の高いから精度が悪いということは言えないというふうに私は思います。どうもありがとうございました。それものすごい低いレベルを測るのはこれは非常に難しいですけれども、このスクリーンのレベルってかなり高いレベルを測っておられるわけですが、そういう意味では問題ないと。ちょっと書いてあるものを言いますと、0.1 マイクロシーベルトぐらいのバックグラウンドで、そしてその100ミリシーベルトが0.2だとしますと、まあ、50ミリシーベルトぐらいがバックグラウンドということであれば、まあ、直接当てて測定するんだったら、もうそれのそのレベルは十分に正確だと考えてもよろしい。そんなふうなお話でよろしいですか。はい、他にご質問ございますでしょうか。これは論文で読んだだけなんですけども、まあ、その当時ちょうどですね、そのスピーディーの結果が出た時にちょうどセンターも20キロ圏内にあって全部避難したので機械がなかったと、まあ、それでスペクトロメーターないんで、まあ、やむを得ずのサブメーターがおかりになったということですけども、それはそれでよろしい。あとはなぜ1000人で辞めちゃったかっていうのは、これはなかなか分からないでしょうけど、非常に残念な感じなんですけども、まあ、それも正確さは別としても、何万人という単位でチェルノブイリの時に報告が出ているところで、日本という国で、これだけ、まあ、いろいろ分かっているところで、なぜここで亡くなっちゃったのかなっていうのは、非常に、まあ、痛恨の極みなんですが、そんなこと言ってもしょうがありませんので、今、ここでアベラブルなものが、どこまで科学的に評価に耐えられるのか、ということを、もう本当にこの会議でご意見いただきたいと思っております。あ、どうぞ。はい、私もこれは仮測定って言ってますけども、測定値そのものは、信頼していいんだろうと思います。でこの測定方法でうまく測定できなかった各種が当然より単半減期の要素とかテルとかがあります。でその費用をどのくらいこのデータをベースにして上乗せするかということが少し議論してみたいところだろうと思います。例えばチェルノブイリ事故の時で原発から一番近い住民の避難住民で見ていきますと、テルとか要素134、あの辺の寄与っていうのがプラス 30% くらいというふうな評価になって、これは文献的にそのような報告になっています。でまあ、日本の場合ですと環境中のデータからある程度単半減期の比率があるんで、それをどういうふうにこのベースに上乗せするかというのが、まあ、今持っている私たちのこのデータのより、まあ、少し下目に見積もっててもどれくらいになるかという肌が見えてくるんではないかと思います。単半減期というのは要素132とかテル132のことですね。なんかその単半減期についてご意見ございますでしょうか。これは私のチェルノブイリの時はね、随分議論いたしまして、確かチェルノブイリの報告書全部の中で132の公表線を測ったのは5メリかなんじゃないや、ミンスクからなんか帰ってこられた日本の旅行者を合意見で
あった結果だけしかないように記憶してるんですけども、確かテレビと132が合意圏で測定して、それが唯一のデータで、私も132は随分議論というかしてサイエンスなんかにも書かれているんですが、だんだん時間が経つうちに132の話が消えてしまって、ほとんど131との同種レスポンスしかないような状況でありまして、私自身はまだ鈴木先生おっしゃったように十分に非常に強い頑張ってるんですから、まあ何らかの寄付があったんじゃないかと思っていますが、今のところあまり話題にならないという考え。私自身が預け上げポートのどうやったらちょっと今ナンバーは何年報告というふうには言えませんが、そこに書いてあったのは、原発から原発の作業員たちの住居があります。あそこの子どもたちが避難して、その人たちはちゃんとスペクトルメーターで測ってて、でそのデータが書かれてあったかと思います。でそれが131で評価するものプラスその 30% 増くらいの効果だというふうな文章がアンスケアのレポートには書かれていました。で実際 の現物の生データを私自身も見ておりませんが、まあ、そういう記載があったということです。まあ、もう一つは記載のことから言えば、の半減期は短い2時間ぐらいですから、離れたところにはいかないだろうと、そしてそのがんの分布がですね、の原発からうんと離れたところにもあるということで、非常に短い半減期、例えば要素132はあまり甲状腺がんの発生にはチェルノブイリで、関係してないというような論文もかなり有力にありました。今 のこの評価、昨年度その環境省でやられた委託事業の評価では、サルメーター、まあ、甲状腺にあるものが131であるとして、まあ、評価されたと。でその玉半減学習の寄与については全くその事業の中では評価をまずされていなかったのか、検討されなかったのかというのが一つ質問したいのと、もう一つはその、まあ、今中間先生から、まあ、多分その想定としては信頼できるんではないかというふうにお話しあったわけですけれども、まあ、正味 そのバックグラウンドヒーター値がかなり、まあ、検出限界に近いような値であるという意味では、それからその一番最初に座長が言われたように、その、まあ、安全委員会もこれスクリーニングのためだからというような、まあ、その文言があるとという意味でも、その、まあ、確かにこのデータから算出された線量が、まあ、大きあの確実さを持つということは、まあ、確かだろうと思うんですね。まあ、それ大きいか少ないかというきちんとしたその確実さの評価というのは重要だと思うんですけれども、その意味ではですね、今資料の中でご説明が資料としてはなかったんですが、35ページに私もこの委託事業 の検討会にコンファレンスに参加させていただいたんですけれども、この35ページ その推定結果のところを見ると、そのこの甲状腺検査を使った、自治体の部分とですね、同時にそのホーボディカウンターで接種部から、まあ、推定したデータもあるわけですよね。ですので、国際会議の時にも国外から来た専門家も指摘していたようにですね、今回そのデータが非常に少ないので、ありとあらゆる角度から見なさいと、一つだけのデータを使うんではなくてですね、でそういう意味ではこの同時に用いられている場所の、まあ、この甲状腺の検査とホールボディによるものが、まあ、その辻褄は合うものなのかと、まあ、そういうことの検討というのが非常に重要だというのが
言えると思うんですね。まあ、それをご指摘したいということと、もう一つは、これも質問なんですけど、二つ目の質問なんですが、そのこの甲状腺のスクリーニングを受けた子どもたち1000人余りの中では、そのはっきりその線量がバックグラウンドというか賞味値としてですね、推定できるレベルの人たちが、何かそのいわゆるガイドラインでやってるような行動様式的なものでですね、どこにどの場所にいてある種特殊な環境にあったのかというような、そういうような情報はないのかと、まあ、それがちょっと知りたいところなんですけど。今のご質問の点にお答えします。はじめその要素131以外の各種の費用ですけれども、こちらは検討しておりまして、昨年度 の委託事業の中では 10% と仮定しています。でこれは実測されたその空気サンプリングデータ、これ数少ないんですけれども、そういったデータですとか、あとはそのインベントリーの情報からも評価をしているということでございます。で一番やっぱり不確かさが大きいと考えられるのは、まあ、要素の化学系もだいぶその線量計算に影響するので、まあ、そちらの方の不確かさも今後詰めていく必要があるかなというふうに考えています。であと、小児甲状腺の結果に計測については確かにこれが、スクリーン検査の目的でやるものですから、やはりその細かな数字、あなたは 何点、細かい数字を出す線量ではなくて、やはりその集団として、どういう線量バンドにあったのかということを、まあ、評価する意味では、非常に有意だったか、もちろんその方に見ると課題の評価あるいは誤差だったりとかするものだと思うんですが、こんなに人数を測っていて、そういう線量だったということで、大まかなその、線量がある、少なくともその50ミリシーベルトが超えていないだろうというようなことが言えるかなというふうに思っております。それから、昨年の推計でいろんな角度から評価しなくちゃいけないということですけれども、昨年度は本当に限られたデータの中で、なんとかこの線量推計したということでございます。その基礎となるのが、やはりその甲状腺のデータだったりとか、あるいはポールボディのデータだったりとかということでございました。で、当初は拡散シミュレーションのデータ、拡散シミュレーションに基づく線量推計というのを、軸として考えていたんですけれども、やはり人の実測データに、を軸にして線量推計したということで、まあ、方向転換してやっていきたと。で、その中で、やはりその甲状腺のデータでは限られていますので、ホールボディのデータを使うということをいたしました。でホールボディの結果というのは、幸いのことにというか甲状腺の検査結果にも、多くの市町村でデータいただけたので、こちらを使って、線量推計をしたと。ただホールボディのデータというのはセシウムのデータ、セシウムによる実効線量のデータだけですので、やはりその要素セシウム比というものを仮定しなくちゃいけない。その中で小児甲状腺の、結果と、それから、ホールボディの結果が得られた、イータテムラとファウンダーの結果を使って2つの線量分布、小児の甲状腺の線量分布、それから成人の、セシウムの実効線量分布、こちらの2つの分布を組み合わせて線量推計を出したということで、ここはやはり大きな不確かさを持っていると思います。で、昨年度の推計ではその要素セシウム比というのを3ということで実質に仮定して、コロディがやられた結果の、市町村のデータから甲状腺の推計をしたんですけれども、この3というデータはこれから確かに議論することがあると思うんですけれども、まあ、最近出されましたコスタ氏の論文によると要素セシウム比というのはイコールだということで、やはりその単純データが違うということが、やはり今後の議論の、そういうことだというふうに考えております。私からはあと1点でした。あ、行動ですね。行動に関しましては確かにご指摘の通りでございまして、やはり今後の線量推計によってやはり精査すべきだと思っております。つまり実測データを有する方が何でこの結果になっているのかということをやはり調べるのが
その行動方式なんだと考えています。行動って例えば類似した行動の方が、こういう結果になっていたのかこういうふうになっていたのかで、あるいはその行動を分かれば、まあ、今後期待されるその拡散シミュレーションの精度向上化された拡散シミュレーションを用いて接種シナリオをいつ取り込んだのかというところを、かなり精査できたらいいと思いますし、あるいはその、経口接種の影響についてもこれは今後十分精査する必要があると考えています。以上です。どうもありがとうございました。もうすでにその他の実証データまでお話が言っておりますけれども、まあ、その直接被爆に関して今のお話では、まあ、例えば 0.1 とか2とかの低いところはどこまで正確かは別として、少なくともその50ミリシーベルトに相当するかどうかというレベルでそれ以上ではないということはこのデータ自身でももう信用してよろしいと、我々がそれはそれでよろしいでしょうかね。それからもう一つは本間先生おっしゃったように他のデータで特に弘前大学とか長崎大学で直接要素131を測定した結果もやはり50ミリシーベルト以上の人がいなかったということも、それは大体この委員会としての認めたものよろしい。どうぞ。全体の内容値といいますか、それとしてはいいと思うんですけれども、まあ、今栗原さん、横浜さんから話があったように、まあ、分布として見るということといろんな角度から見ていくことで、例えばそうやったいろんな測定値とですね、スピーディーなどの推定値が合わないという現実がある。そうするとなぜ合わないのかというのをやはり見ていかなければいけなくて、でそういうのを丁寧に見ていくことで、どういう被爆経路が重要であったのかというのがある程度浮かび上がってくるんじゃないかと思います。でこういう被爆経路が重要であるということになったときに、たまたまその測定対象者には含まれていなかったけれども、極端な例がなかったかどうか、そこまでやはり、まあ、考える、推定するということは、まあ、必要になるんじゃないかな。だから全体その代表値としての傾向としては、まあ、田中先生おっしゃった通りだとは思いますけれども、やはりかなり高い例ももしかすると存在するかもしれないということは念頭に置いておくべきだと思います。どうもありがとうございました。今とりあえずは1の1の1とか2の議論であって、で今後まだそれに関係しての他の方法があるかどうか検討しなきゃいけないことも一応に議論、まだシミュレーションのところに行ってないですよね。それではもう今ここのどなたか、どうぞ。カズナです。先ほど中村委員のおっしゃったことがちょっとよく理解しできなかったんですが、バックグラウンドの値を、今回考えなくてもいいのではないかというふうにおっしゃったんです。それではなくてバックグラウンドに比べてここにつけた値というのはレベル以上であれば十分測定できますよと、そういうことです。その時にバックグラウンドはどう考えればいいですか。引きます、引きます。で引きますか、引いても十分その精度のあるデータが得られると、そういう意味です。わかりました。でこちらの資料を拝見する限り、実際に どのようにバックグラウンドを測ったのか、マニュアルと同じだったのかそうでなかったのかはわからないんですね。なのでまだそのバックグラウンドの評価のところとしてこの委員会がまだ十分に検討できていないんではないかっていうのが私の印象なんですけれども、いかがでしょうか。何が分かればいいんですか。さらに議論と言いますと、バックグラウンドの測り方がどうだったかということを確認していないのではないかという気がするんです。先ほどのご説明では、でどれぐらいの高さの差をご問題にしてあるんですか。いや平均が 0.1 ですよね。マイクロシーベルトと書いてありました、この報告書に。そしてその後はそれぞれの場所でその測ったものを引いたと書いてあるんですけども、その測り方がどうだったかということは委託事業の方で詳細に検討されたのかもしれないですけれども、ちょっとご説明が足りなかったと思うので、今回その
どういうバックグラウンド値を、どういう測り方をしてのバックグラウンド値を引いたかとして、この最終的な表ができているのか、それをもう一度ご説明いただいて、その上でないと、ちょっと私としては、このままの数値を納得できないところなので。いや、ここも分かるまで、もういいの、体の遮蔽も込みした影響を、体の遮蔽も込みした影響を、はい、すいません。影響ですね。肩口は、皮膚に直接直に当てたんでしょうか、それとも洋服の上からだったんでしょうか。甲状腺は当然その皮膚に直に当てたと思うんですけれども、そこの違いが大きいと思います。そこまで詳しく聞いてないんですけれども、一応サーベイをして、体表面のサーベイをして測定をしたということが聞いています。首はよく濡れた布で拭って、その皮膚のところをなくして書いてありますけども、バックグラウンドもそのようなことは書いてあるっていうか、今洋服の上からかね、直接使っていうご質問でしたので、実際に測定された写真がですね、論文等に写真として出ているものがありますので、こちらを参考にしていただければと思います。21ページの、写真とかが実際に撮影された時ので、写真で実際に計算されているものでございます。ここでバックグラウンドが書いているところはどういう格好で書かれたかというのが今のご質問なんですが、すみません、これ測定をしている状況ですね。で、このような形で、肩口に当てたときにバックグラウンドとして、計測をしていたということで、ございます。すみません、21ページではお子さん、上空来てますので、このままだと肩口もですね、よくこう拭いて直接測ったようにはちょっと見えなかったものですから心配になりました。洋服の上から、毎日ですけれども洋服の上からバックグラウンド値を測ったとしますと、着衣に付着したものでだいぶ大きな値になるだろうということが想像できるわけですね。でそれを引いてしまったとなると、その値はどう解釈したらいいんだろうというのは心配になります。そうすると今の質問の皆さんもご一緒に、あれですね、先生の質問はバックグラウンドを測るときにその洋服のに付着したものも一緒に測ったんじゃないか、それをはっきりと伝えていくお話ですか。でそこへ絞ってのことを送って、私も聞いた情報でしかないので、実際は分からないんですけれども、身体サーベイをして汚染がないっていうことを、確認をして、それでサーベイした、補助の検査をしたというのは聞いています。いや、どうでしょうか、まだ、どうぞ、中村先生。いや、私も全然タッチしたことないんですけど、普通はですね、普通こういう装備、放射線を測定するときは必ずその表面の汚染してないかどうかは確認するのが普通なんですね。それが常識ですから、それは多分しておられる。それで汚れていないか確認してそういうことをして、これは放射線測定やる人にとっては常識ですから、当然そんなこういう非常に混乱している状況でもそれはやっておられると私は思います。まあ私もその普通人がやるとすれば、洋服の上からですねゴミのあるのを測っての付着物があるのに今膨らんでにするということはありえないと思うんですけども、やっておられる方かって専門家ではないかと思うんですね。この多分やられた方ですから、そうだと思います。この隙間でちょっと調べてもらいたいんですけど、確かデータとしてですね、その現場の空間使用の力、遺体拡散シミュレーション関係の部分についての抜粋でございます。また、中身に入る前に少し
送っていただきまして、43ページからですけれども、これはその環境省から、まあ、法医研に委託してやった事業でございますけど、その法医研から特にまたシミュレーション部分についてはJAEA に再委託した形でやっておりまして、その資料の抜粋が43ページからでございます。で、お時間もないのでですね、簡単にですね、大きくシミュレーションに影響する要因をいくつかですね、かいつまんで、ソースタームの問題、気象データの問題、また化学系、物理系、あと屋内、屋外の割合、あと、甲状腺の悪定期の割合、そういったことについて簡単にかいつまんでご説明させていただきたいと思います。まずソースタームでございますけれども、47ページをご覧になっていただきたいと思います。今日でございますけれども、これが、まあ、シミュレーションに使ったソースタームでございます。委託した当時 の、 一番、まあ、新しい療法を使ったというふうに聞いてございます。要素の放出を見てみますと、15条オーダーのものが3月12日と14、15日に放出があるということがございます。またテルル132につきましては、同じぐらいのオーダーの同じ桁数の放出がやはり3月12日と14、15と、そういった設定になってございます。気象データについては、詳細については私どもは承知してないんですけども、46ページをご覧になっていただくと、スキームがございまして、その中で、まあ、アメダスとドップラーソーダなどを使ったというふうに書いてございます。で、また、要素の化学系や屋内屋外の比、また透過線量の係数につきましては、38ページをご覧になっていただきたいと思います。年齢別の呼吸量や、また先ほど栗原先生からご説明ありましたように、元素状と粒子状の要素の比、また粒子状の要素については吸収タイプの F を用いたというような情報、資料がございます。また屋内屋外については、屋外に24時間いたという過程で計算しているというふうに聞いております。また、要素の甲状腺のアップテイク摂取率につきましては、ICRP に基づいて3割 30% で計算したというふうに聞いております。以上がこのシミュレーションに用いた主要なパラメーターでございます。また、続きまして52ページからでございますけれども、組織用途の要素摂取分比でございますけれども、これの設定につきまして、54ページをご覧になっていただきたいんですけれども、先ほどやはり栗原委員会先生からご説明がございましたように、飯舘村と川俣町のデータにつきまして、甲状腺の線量と摂取量のデータを対比させて、飯舘村についてはおよそ要素摂取有無比が2から3ぐらい、また川俣については2から4ぐらいということで、まあそのデータから、まあ、要素摂取有無比を3として設定したというふうに聞いておるというふうに理解しております。以上は10局の方から説明させていただきました。了解でございます。このシミュレーション、まあ、特に日本の場合は昆布を食べるということが相当影響するということもあって、家庭の誤差が多くなりますけども、それでもできるだけいろんな方法で家庭の測定をした方がいいということでありますすので、何かご質問ございませんでしょうか。どうぞ。これさっき栗原さんが事業の中でシミュレーションは基本的にですね、まあ、ベースとはしなかったというふうにおっしゃったので、私としてはですね、最初にキルさんが米国 の参考資料で言われたようにですね、線量再構成をシミュレーションでするっていうのはほとんど不確かさが大きすぎてですね、僕は無理だと
というふうに思ってます。でだからアメリカのあれでももうまずメジャーメント個人の測定をベースにしてやるっていうのが基本で、それが仮になかった場合には環境中における測定データをベースにして推定するっていうのが基本でですね、まあせいぜいシミュレーションはヘルプフルというふうに書いてあったような、まあ、位置づけだと思うんですが、ただ35ページのところでその今回のその結果の中でシミュレーションも使われている部分というのが、まあ、いわき市と、まあ、いわき市はまあ甲状腺のデータがありますから、それがメインで、ですので基本的にはそれ以外のこの自治体以外のところで、まあ何らかしらのシミュレーションを、まあ、補足的にお使いになったというふうに理解していってよろしいでしょうか。その通りでございます。やむを得ずその実測データ全くない地域も存在しましたので、そこに関しては拡散シミュレーションの段階を、まあ、使っているということであります。拡散シミュレーションの、夜、精度検証に関しては小児甲状腺のからのスクリーン検査から評価した戦略能力を、まあ、回復させたりとかということで、拡散シミュレーションの多めの精度を実測したいということを一応試みでやっております。あともう一つよろしいですか。あの先ほど言いましたように、その、まあ、甲状腺をダイレクトに測ったデータの、まあ、実際をですね埋めるのが、まあ、このホールボディセシウムから推定した部分なんですが、そこの、まあ、となると私が思うのは、そのこれセシウムのホールボディのデータって結構後ですよね。時間的に後なのと、セシウムがどういうふうに取り込まれたかっていう、まあ、経路として、まあ、吸入の部分とそれから、まあ、食物、つまりホルモンディで高いデータが出てるその人の場合は、そのある種食物で出ている可能性もないわけではないというふうに想定されますね。で多分そのレーシオをベースにレーシオを出す時の過程っていうのは、連続摂取みたいなそのインハレーションから受けようというふうに想定しているというふうに思ってよろしいですか。いただいたデータというのは、ホールボディに関しては、これは生データではなくて、既に評価された実効線量のデータです。でこれはもう福島県の方で3月12日の急性接種シナリオでやっておりますので、これは測定期間がやはり遅めの方、測定時期が遅めの方に関しては、やはり追加の可能性、追加の接種の可能性がやはり否定できないところがあります。ただそういったところをアボイドする意味で、95% であるとか 99% であるではなくて 90% であるを使ったそういうところで理由でございます。最後に一つだけ、その 90% であるの値を使ったっておっしゃるのは、要するに不確実さ解析、いろんなファクターの不確実さ解析の代わりにですね、まあそういうある種、ベストエスメント的なものをやって、でその集団に関する 90% あれば、まあ、ある種の確実さを包含しているだろうと、まあ、そういうふうに理解してほしいです。全ての方々の線量を評価することが最終的な目標であるんですけれども、やはりどうしても確実性がある中での評価ですので 90% あれという、まあ、そういう代表値的なところを推計することが去年できたことでございます。どうぞ。すみません、そのホールボディからの、甲状腺線量の推定の時に、要は要素摂取向きを使っているわけですが、地表面沈着のデータでいくと南側の方が要素摂取向きが高くなっていると思うんですが、その点についてはどのように考えておられますか。要素摂取向きは確かにおっしゃられる通り南の高いところは存じ上げています。ただ表面沈着量で見るとやはり精度が高いところになっていて、でそこで の例えばナノミン炎症ですと戸上先生のデータがありますし、今回小児リーダー天皇に関しては小児構成データがありますし、そういうところで30ミリシーベルトという
まあ、90% で30日シルクというような、まあ、推定結果を去年得ることが得られました。で、伊賀市南方向に関しては、まあ、初期甲状腺データ、伊賀市にはあるんですが、さらにそれを関する意味で、拡散シミュレーションでも、推計をしておりまして、まあ、これらを勘案、まあ、して、まあ、30日シルクということで評価をしております。ただやはりご指摘のように表面沈着としては抑制効果が高い、のは確かなんですけれども、やはりそのクルーの通過時期、時間、こういったものの行動調査を兼ね合わせてやはり、考える必要があると思ってまして、そこは課題だというふうに考えています。まあ、時間もちょっとあれですけども、先生、要素とセシウムの比っていうとかなり時間によってどん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 変わってくるわけですよね。ボルボディにやった時間がそれぞれの方でいろいろバラバラにある、それ全部補正して時間で比率を計算したんですか？そういうことは昨年度できなかったので、生データをいただければ今後そういう展開、よりその自己初期に得られたようなボルボディのデータだけを抽出したりとかっていうことができると思うので、今後さらにそういう方向を検討していきたいと思っています。やっぱり伺うとしても、最初にご説明があったその直接測った値をなんとか少しでも信頼できるような格好にするということは大きな感じがしますので、その先ほどご質問になりましたバックグラウンドに関してこの次ご報告いただいて、またこの次議論するということでよろしくお願いします。どうぞ。甲状腺の直接測定した1000人に関するオールボディカウンターのデータっていうのがあると、お互い の関係性を少し、まあ、この直接接種にしても、その時に接種日をどうするかというものが、まあ、北西方向と南方方向でどう違っているのか、そういうことのヒントになるんじゃないかと思うので、ぜひそういうデータを探し出していただきたいな。と宿題ばっかり申し訳ないんですが、そのバックグラウンドと、それからこの1000人に関してのホールボディカウンターの値があればということ、そうなるとやっぱり行動記録の、特に早い時期の行動記録ですね、その外部拡散量がかなり高い時期は要素が多いですから、そこら辺に限った行動記録からの被拡散量っていうのも、もし相関があるかどうか、そこら辺が、まあ、分かると、またそれなりに強みがあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次に移らせていただきますが、この次は自己初期の外部関係に行きます。それでは自己初期の外部関係ということで、お手元の資料を、資料1の56ページからご覧になっていただきたいと思います。56ページ、57ページは前回を示した資料 の新しい更新版でございます。前回の会議の翌日に福島県の検討会議の検討委員会が開催されました。その時の資料を添えております。傾向としては大きく変わってございません。その測定方法について58ページから資料を添えさせていただいております。これも福島県の県民健康管理調査でその基本調査をどういうふうにやっているかという資料で過去の検討会で出されたものでございます。また時間はございませんのでかいつまんでですね、ポイントとなるところをご説明していきたいというふうに思います。まず61で61ページですけれども、線量率のマップの作成方法についてございます。上の方の、スライドについては3月12日から14日までの、線量率マップでございますけれども、簡単に言いますと当時の、保安員のトースターも用いてスピーディーの計算をもとにしているものでございます。でメッシュについては 2×2km メッシュで作成しているということでございます。で下の方の61ページの下でございますけれども、これは3月15日から7月11日まででございますけれども、
文科省公表のモニタリングデータをもとに作成しているものでございまして、その中には文科省測定のデータのみならず福島県が測定したデータも含めて計算しているということでございます。でそれ以外に関連するパラメータについてご説明いたしますと、1枚目戻っていただきまして59ページでございます。まず、積算線、実効線量率、遮蔽の効果でございますけれども、59ページの上の資料にございますように、上の資料の右下にございますように、平屋もしくは2階建ての木造については、15日以降は 0.4 というふうに計算しておりまして、それ以外に、建物の構造等に合わせて計算しているということでございます。また、それ以外のパラメーターで、62ページをご覧になっていただきたいと思います。これが、周辺線量等量から実効線量への換算係数でございますけれども、62ページの上のスライドの右下にございますように、それぞれの各種を計算して、最も保守的な値ということで、0.6 を採用しているということでございます。で下のスライドには小2への換算ということで年齢に応じた補正を行っているところでございます。で63ページの上バックグラウンドの値でございますけれども、バックグラウンドの値については空間線量率にして 0.04 マイクロシーベルトという値を採用してございます。で以上のような設定で計算したということでございます。続きましてでそれ以降の資料については行動パターンとの対比等で検証しているという資料でございます。続きまして70ページをご覧になっていただきたいんですけれども、70ページが、環境省の今年度の研究事業で行った、事業の一つでございますけれども、京都大学美馬之塚先生が飯舘村での被爆線量の推計を行っているものでございます。これもポイントだけご説明いたしますけれども、80ページをご覧になっていただきたいと思います。80ページに県民権の上のスライドに県民権根幹調査との比較がございます。グラフが左側が県民権根幹調査で3000人平均 3.6 ミリシーベルトで、右側がこの今中先生の調査でございますけれども、平均7ミリシーベルトということでございます。でその違いについてですが、そのスライドの下にございますように、一つは違ったデータ使ったデータが違うということでございます。県民健康管理調査は線量線量モニタリングのデータを用いているのに対して、飯舘村のこの調査では、沈着の放射能、土壌沈着のセシウムの放射能から計算しているということでございます。また行動記録については県民健康管理調査は時間単位で計算してございますけれども、今中先生のグループは、1日単位でどこにいたという調査をしているということでございます。またちょっと細かいことですけれども、測定の期間が県民健康管理調査は7月11日まで、この調査では7月31日まで推計しているということでございます。でそれ以外のパラメーターにつきましては77ページ戻っていただきたいと思います。77ページの下の方のスライドでございますけれども、まず家屋による透過低減ケースについては 0.4 を採用しているということ、また屋内屋外の日につきましては8時間が屋外として計算しているということでございます。またシーベルトからグレーからシーベルトへの換算値については10歳未満は 0.9、 10歳以上は 0.8 ということで計算しているということでございます。以上のようなパラメーターを用いて推計したということでございます。以上が今中先生の調査でございます。またそれに続きましての資料で84ページ以降につきましては詳細についてはご説明しませんけれども、文部科学省が事故当初にやった航空機モニタリングの測定結果で、福島県外のデータについて添えさせていただいております。以上です。
いろいろ伺っておりますし、ホームページにも繰り返して出ておりますので、ご覧の通りだと思いますが、特にここでこの行動調査による福島県の県民健康調査の基本情報の課題について、何か専門家としてのご質問ございませんでしょうか。どうぞ。私はこのガイドワークの線量、実行線量で書かれているんですけれども、先ほど今までの説明の中で、甲状腺のですね、その、インフラレーションの初期の費用の推定があったわけですけれども、じゃあ、その、外部膜部分甲状腺についてどうなのかという評価が、ある意味ないんですよね。で、それほど大きくはないと思うんですけれども、特にプルーム費用の外部膜部分の甲状腺費用っていうのは、その、要素だけではないですから、他の多角種、特に気ガスの費用が大きいと思うんですけれども、それはほとんど気ガスの成分についての情報というのはないわけですね。で、一部ありますけれども、その、この県民調査 の評価の中では、確か、15日以前は、先ほど桐生さんから説明あったように、その線量マップをシミュレーションでの値で使ってるんですが、これは本当に確実さを大きすぎるんです、です。そのつまり、炉内のソースタームの時系列変化をベースにしてますから、これを使うっていうのはですね、非常に不確実さは大きい。ですが、外部膜の主な費用は15日。ですね、汚染があった後の、それは空間線量を使っているというふうに、今ご説明では承知しますから、そういう意味では多角種、沈着した成分について、今村先生のと若干違うのはですね、多分初期におけるその土壌沈着のですね、単半減多角種の規模がですね、今村先生の評価だと大きく出てるんじゃないかというような、感じが僕はするんですけど、詳細に見てませんけども。で、やはりそのどこかでですね、甲状腺の外部膜の規模をですね、きちっと示しておくっていうことが僕は必要じゃないかと思うんですね。で、これは使えるわけで、ある意味